考えちゃうわけじゃん。そうですね。そう、それがなんか結構不健康というか、うん、ちょっと一回このモードにしとけってやつだよね。そうですね。ヨガの先生も言ってました、うん、人間は毎日2000個考えてると、うん、でそのもう9割くらいが過去への後悔と未来への不安だって、うん、だから今をなんか受け止めようみたいなことをヨガ中言ってましたね、うんうん、多分それと近いですね、うん、近いですね、うん、そうなんかそれはね NHK 白熱教室で幸福について、語られてる授業があったんですけど、そこでも不幸な人って、今ここに生きてないこと多いらしいんですよ。7割ぐらい以上が常に未来、今言ったような未来の心配や過去の反省とかで構成されている。なるべく今ここにいるべきだっていう言ってるから。なんかこの本じゃないんですけど、前発表した、うん、あの自分を変える教室、ケリー・マクゴニガル、ケリー・マクゴニガルさんもなんか人の持ってる不安の8割かそれぐらいは大部分は起こらないことで不安になってるから、うん、そうそれ意味ないぜ。それはデール・カーネギーって人がね、なんていうか道は開けるって本を出してて、そこでも書いてあった。あ、そうなんですね、うん、80年前。すごい。じゃあなんか できる人はみんな気づいてるんだ、それ。あ、気づいてるけど考えちゃうな。考えちゃいますよね。失敗症とかすごい直されるの。でもこれは多分考えちゃうんですよ、我々は。でもこの、SIY をやると、うん、ちょっとマシになるんじゃないかな。うんうん、そう。なんかその手放す訓練、だから一回気が散ってもまた戻るじゃないですか、うん、この訓練だと、うんうん。だからそれを繰り返すと、またその脳の部分が鍛えられてくるんですって。うん、そう、それ。それは日常と結構やんないといけない。これ毎日5分とかやるんだよね、うん、ただこの人はなんか寝る前に娘と一緒に横になって2分間、うん、なんかそういう感じ のそのマインドフルな人をやるだけで、うん、どんどんいい状態になったみたいな。2分かけどね、何とかなりそう。瞑想がマインドフルでしたっけ。まあそうです、瞑想によって作られるこの状態じゃないがマインドフル、マインドフルです、うん、うんと、なんか精神そうだと思う、うんうん、そうですね、うん、なんか禅の話聞いたのって私これ聞いたのかな、なんかうん、どこが情報源なのか実は思い出せないんですけどなんかなんか禅でこうペシッてやるじゃないですか、うん、でそれで初めてやる人とすごいそれで訓練されている修行しているお坊さんのそれぞれのノウハウを取った時に、うん、実はペシッてやった時になんかビクビクってなるのはその修行している層の方が実はそれが振れ幅が大きいと。初めて聞いた。ただなんかその平成状態に戻るのはその修行してる層の方が早いみたいな感じで、ビクビクってなっちゃうんですよ。ダメだそう、でもすぐ切り替えられる。記憶にあるんだろうね、その時の痛みが。でも有名なお坊さん、ブッダかもしれないけど、釈迦様の女かもしれないけど、前に言ったかもしれないけど、なんか女の人がなんか、うん、ちょっとこう、肌もあらわな格好で見てて、はい、なんかあって、はい、で、おー、ブタ今見てたよねみたいな、はい、弟子が、まあ、見てたじゃん見てたけど、こういう言い方だとすごい言い訳っぽくなっちゃう、見てたけど、僕は見てたけど、もう忘れてますみたいな、そう、手放すのがうまいですよまあでも、これもなんかすごい手放す力っていうのを書いてて、追いかけちゃうんだよね、うんうん、我々はEQ の説明とかのところでこの自己統制について出てくるんですよ、セルフコントロール、うん、自己統制して立ちました。博士ですらそうなんですか。だってオバマ大統領さえねタバコやられないんですよ。そうですね、そうだけどなんかこの自己統制の領域での5つの情動的能力っていうのがあるんですけど、うん、それ EQ ね、うんうんうん、まあ、5つまだあって、うん、聞きたい。1が自制心、うんうん、ない、うん、これは破壊的な衝動情動とか衝動を抑える心なんですけど、うん、で2が信頼性、やらない力が、まあいいや、うん、うん、正直さと誠実さの基準を維持する、それは難しいね、うんうん、人が見てないからみたいなね、うんうん、で3番目に良心性、良心、良い心、うん、自分の振る舞いに責任を取る、うん、それどういうこと、だから良心、分かるけど自分の振る舞いに責任取るってどういうこと俺が食べたんだから太ったんだってこと次行こう、うん、で4番が適応性、
変化に柔軟に対応する、うんうんうん、で5番が革新性、このまあ新規、新規って新しいに奇抜の木なんですけど、うんうん、その考え方やアプローチ、新しい情報を気兼ねなく受け入れる、うん、でこれらの能力の根底に共通点一つあって、うんうん、はい、それは選択権だって書いてるんですよね。なるほど、うんうん、でまあ、みんなそうありたいっていうふうに思ってるんだけど、そうすることができないでいて、あのそれをまあ情動によってあのできない、望まない方向に変えさせられていると、タロウスキャラね、そう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 、だからこれをコントロールできれば、その常にいい方を選択できる、まあそれはそうだね、うん、いやいや、そのただ一つなんかここで書いてあったのが、うん、この自己統制っていうのはそういう衝動とか情動っていうのを避けたり抑え込んだりすることじゃないんだと。なるほど、うんうん、あの無理やり抑えつけることじゃないと、そうそう、やべえ抑えつけようとしてた、そう、ストレスとかもそうですけど、なんかこう抑えつけるとすぐその反動が来るんだよね、そうそう、抑えつけるのはダメだと、セブンイレブンで我慢した後ファミリーマートで買ってる、あ、分かる、そう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 、なんであのスーパー寄らなかったのに、うん、おにぎりを取らずに、なんかその、そこのなんか春巻きくださいみたいな、あんまり意味ないです、意味ないんだよ、それじゃダメだと、はい、で、まあ、そういう情動のあしらいがとてもうまくなること、うん、で、これをすなわち、あしらうことね、手放す力って書いてましたね、その、だから上手に飼いならせみたいな、うん、そうそうそう、そうですね、懐かしい、すげえ暴れ馬、そうなんです、飼いならせね、そう、なんか練習すればそういうのが湧き起こる、嫌な感情、怒りとかが湧き起こるそばから手放せるようになって、怒りはできるかな、結構、イラッとかしちゃうんですけど、それそういうのもダメってことですか、ダメじゃないんですよ、飼いならすんですよ、あ、今私イラッとしたなって思ってポイって、そう、できる、例えばそれが、夕方とかお昼喧嘩したとして、夕方とかにあれ失敗したとかもダメなんですよね、要は、うん、あとであれがそうか、あれ失敗したらいいのか、うん、まだムカつくとかダメなのかな、わかんないけど、多分今に集中したらいいから、そうね、そしたら、でもその時の違うことイライラしてるから、だからそういうふうに逆に言うとそういうふうに訓練しちゃってるんで、理想論ですよこれは、でもただ理想論なんだけど、多分実践を繰り返すことで少しでもそう近づきましょうっていうことなんでしょうね、きっと仏教とかって基本的に実践っていうのね、なんかね、はい、これにもなんかちょっと書いてあって、あ、そうなんだって思ったんですけど、なんかこの瞑想の目的、すげえよく読んでるな、いや、あんまり良くないんですよね、すいません、なんか大事そうなところをちょっと読みました、どうやって引っ張っていくの大事そうなの、ね、すごい、分かりません、なんかが、まあ、で、瞑想の目的なんですけど、なんか注意力を鍛えるところから始まるらしいんですね、瞑想って、でもそれが最終目的じゃないんですって、なんか最後は悟りうん、悟りね、うん、悟りの状態が、あの、大事で、で、この悟りっていうのが多分手放す力と関係しているのではと思ったんですが、そうでもないですか、僕が知ってる悟りは違うな、悟りって何ですか、説明しちゃおうか、無の状態ってことですか、いや、あのね、まず、あの、ちょっと仏教的な話をすると、この世界は、これ心の中の話ですよ、普通の、あの、スピリチュアルじゃなくて、まず欲界って世界があるんですよ、欲、それは欲望の欲、その欲界には怒りとかの情動も入ってる、あとなんか所有したいっていうものも入ってる、こういうものが全部欲界にあるんですよ、それができると嬉しいけど、それができないと苦しいみたいな世界、これ欲界なんですよ、欲界から脱出しないといけないんですよ、悟りにちょっと今一発近づいたと、その上に色界ってのがあるんですよ、色の世界、この色って別に欲望のこと言ってるんじゃなくて、まあ、いろんなあのここで多分仏教詳しい人が聞いてるかも、見てるかもしれないけど、僕の理解だと、この世界の認識の仕方なんです、例えば、これをパソコンと思って見るので、こっち側に画面があって、こっち側にキーボードがあるとか、それってもうすでにこれをこのまま見てないんですよね、あとその、まあ、この前も言ったかもしれない、親子って関係が、例えられる、親子っていう言葉があるので、小さい頃は、親がいないと生きていけないみたいな、でも親になったら親子と関係は変わるんですよ、
親がいなくても生きていけるし、むしろ邪魔だったりする、うん、で年取ると親を養わないので、うんうん、で親子って言葉がその関係を歪ませるんです。この歪みが色界なんですよ。わかります？あらゆる歪みが色界なんですよ。誰かを見てかっこいいとか、うん、誰かを見てちょっといまいちだとか、そういうのも色界、そういうふうなこう区別してるっていう色眼鏡、もしかしたら扁桃体と関係してるもんね。うん、うん、で欲界から出して色界から出したところが悟りなんですよ。じゃあ2つ出せば悟りいけるって。いやいや、そんな感じじゃないんだよ、これ。もっと7つの世界とかで、そのパゴタって言って、ね、仏塔って言って、そのパゴタって言って、あの仏さんが死んだ時に入れる墓みたいなのがあるんだけど、それがその世界を表してて、うん、そうそう、でこうなっててこうなってこうなってるみたいな、五重塔のこれもそうなんだけど、あ、そうそう、あります、ね、あれが悟った場所を示してるんですよ。だから、例えば、欲界には、うん、畜生道とかいろいろあるじゃん。あ、あります、ね、地獄とか、うん、なんとか、うん、それは衝動を表してたりとか、所有欲、我々の、そういう、もしかしたら、違う世界に住んでるかもしれないけど我々は多分所有欲とか持っている普通の人間の世界があります、うん、でもう一個上に天界ってのがあるんですよ、うん、天界は人間の心でいうところのいいことを しようっていう人たち、うん、でもいいことをしようっていう人たちもダメだってブッダは言うんですよ。なんでですか？いいことができないと苦しいから、結局苦しみから逃れられませんと。でここの間で輪廻がついてるっていう、まあ、それはスピリチュアルな話になってるけど、それは置いといて、うん、でここの世界は全部一緒だって言うんですよ。いいことをしたいっていう人も、結局俺ほどじゃないなみたいな、ブッダは。ブッダってなんかすごいあれでしたっけ？天上天下そうそう、竜が独尊の人、そうロックやな、それも。いやロック、まあ そういうふうに言う人もいるかもしれない。それも苦しみを作ってるんですよと。わかります？囚われてるってことですか？そう、それは僕はもともと生物が専門なんで言うけど、生き物に備わってるものなんですよ。生き物が欲とか、そういう物事を生きていくために、水が美味しいとかじゃ困るわけですよ。わかります。年収がいい方がいいとかでそれが全部なくなっちゃうと、むしろ死んじゃうんですよね、うちらは。だからその仏教の修行者とかは他人に壊してもらうんですよね。ほっといたら、そういう欲は全部ないところに行こうとしてるんで、うん、でそのなんかタイとかのお坊さんとかはもともとの仏教を実践してるんだけど、うん、午前中しか食べちゃいけないんですよね。であげくれたものは全部食べなきゃいけないんですよ、うん、でそこにソース味で美味しいとか思っちゃいけないんですよそこに美味しいとかもなしなんですよ、うん、ということを日々やってるんですよ。それが悟りにつながる。で悟り、仏教は、うん、なんだろう、思い通りにならないものというのを、苦しみっていうのから逃れる方法を教えてくれるテクニックなんです。で、でその思い通りにならないっていうことは、我々はすぐ外に目を向けるので、うん、なんかお金がないからとかいろいろ考えるけど、実際には思い通りにしたいって心は作ってるって考えるんですよね、うん、でそれはこの囚われた欲界と色界によって、我々は無明っていうんですね。聞いたことあります？無明、明かりがないみたいな、無明、うん、なんかあれありますね。そう、我々はその光のない中を歩いてる。それがその欲界と色界にとらわれてるからだみたいな、どこか言い話だ。結構さ、スピリチュアルじゃないんですよ。もともと僕は主にブッダって人はもともとこういうマインドフルネスっぽいことを言ってたんだけど、うん、それはそのヒンズー教とかいろんなものと混じって宗教っぽくなったみたいな、これ言うと怒る人がいるかもしれない。でも仏教の、すいません、ね、うん、せっかく話してくださった。でも博士の言ってることは分かりました。確かにその欲を持ってるとその苦しみから逃れられないし、うん、そこからその繰り返しが起こるみたいなことですよね。うん、そう。でもこの悟り、その仏教はじゃあ2つ疑問があって、お苦しみから逃れるっていうのは回避的目標じゃないですか？あ、その前の目標なんだろうと構わないんですよ、うん。あ、じゃあその悟り自体が目標じゃないってこと？いや、例えばお金持ち、いやそれ違うな。まず、今ので2つ質問あって、うん、1つは回避目標はダメなんですかって。あ、回避的目標になってませんかって、仏教のその考え方自体が苦しみから逃れようというのは、うん、幸せになろうじゃなくて、はい、苦しみから逃れようというのは回避的目標じゃないかなって思ったのと、うん、あと2つ目は、うん、その悟りっていう状態は幸せですかっていう、うん、ああいい質問。どっちも多分ね、ダライラマが500回ぐらい言ってる14世まず幸せっていう状態そのものがあんまりいいと思ってない、この仏教では、うん、
あそうか、色の状態ってことか。そう、欲界だし、幸せってなんだろうな、パーティーみたいなものなんですよ。でこの仏教悟りはイエーイ、パーティーピーポーみたいな。そうそう、でその悟りは それがとあの、6階のフロアでパーティーしてるのを12階で寝ながら、うん、ああこれ倒せない4階ですね。そのまま置いといて、12階で、ああそっか、楽しい、なんだろう、なんか聞こえるなぐらいの、うん、それって煩わしさでもあるというかね。悟りもじゃあ煩わしさなんですか。煩わしくもない。何のこと？悟り悟ったら煩わしさはない。あ、じゃあその6階の楽しさもその悟りの段階に行くと煩わしいなって思っちゃうっていうこと。そうそう。あらゆる感情の動きが全て邪魔っていう。質問があります。幸せも、わかります。幸せもまだ下なんですよ。幸せになりたいってこと自体が、あと振り回されてますよ。ちっちゃいねみたいな。そうそうそう。そうなんだ。じゃあもう思いっきりこのヒエラルキー構造ですね。なんか博士か誰か忘れたけど、なんかこの恋愛ユニバーシティになんか書いてあった気がするんですよね。一歩上の段階に行くと、はい、そのヒエラルキーの構造って一歩上の段階はその一個下までは全部持ってる、そうそう、下までのものは全部達成した上で一個上に上がるっていう構造になってるから、一番上のその悟りのところはそこまでに至る段階は全て克服してるっていうか、全部もう分かってる状態でここに来てるっていう。それはちょっと違う。ちょっと違うかな。まだあの何て言うの、いわゆる有名な、うん、なんかマズローの欲求段階説はその話をしてるよね。あ、なんか聞いたことあります、うん、あ、じゃあ全てそうっていうわけでもないで、仏教の場合はまず、この階層の上の人は下の人をちょっとバカにしてるというか、若干なんか性格悪いみたいな。なんだろう、で下の人は上の人の価値観が全く分かんない。あ、でもそれはそこの階層でこう分かれてるんですよ。で、こんな風に一個話してるのは、うん、多分僕は主に、うん、次元が違うんだって言いたいなと思うんですよ、うん、もう欲界にしよう、欲界にしよう、平面で苦しんでますねと、うん、ね、だから上に行こうが下に行こうが、上でも下でもないんですよ、うん、でもさ、悟りはここにあって、うん、これら全て超越してますって言いたいの、うん、だから生き物じゃない状態なんです。でもそれって何が悟りの状態になりたくないです。なりたくないでしょ。だからさっき言ったその一個下の人は理解できないんですよ。日々の欲求にとらわれてる人はなんでその、まあ、いいことをして嬉しいと思うんだって理解できないのと同じように、うん、そうそう。でもあらゆる苦しみから逃れられるんで、はい、死ぬことも全然苦しくないし、何があっても何ともない。そっかそっか。でもなんかいいなと思いません、ちょっとなんか苦しみにとらわれてますね。なんかこう日々疲れるじゃないですか。疲れる、そう、まあ、なんか嬉しかっても疲れるんですよ。ああ、いいこと言ってる今ブッダこっち来いって言ってる。だからよくてもなんかこうそうじゃない時も来るじゃないですか、うん、まあそうしてもらってもらってもらってもジェットコースター人生。そう、ジェットコースターもうんざりだっていうね。すごいわかりますね。例えば好きな人ができればそいつがまた苦しみを持ってくるわけですよ、会えないとかさ、そういうやつ。そう、苦しみがあるから楽しみがあるみたいな水戸黄門の歌的なことはない。それもなんだろう、欲界だよね。またあれ多分欲界だよね。また平面でやってるよみたいな。そうそうそう。そうか。それは全てあの僕から言わせれば遺伝子がコントロールされてる、しているっていう。うん、でも欲望があるから人間は良くなると思うんですよね、私は。良くなるってことも仏教のその悟りの境地から言えば、良いってもう欲界の世界の話ですね。あ、その善悪の判断自体がもうその欲界っていうか意識界だし、そうそう、美とかもそうです。そう、美とかないし、うん、世界では別に成長とかもそうだ、ね、成長とかも全然ない成長したね。ただ曹洞宗の永平寺の修行ってなって、それはあの曹洞宗ね、日本の仏教だけど、まず入ってきた順番に修正するんですよ、ね、だから頑張って修正しようって気が起きないわけです。で朝起きてから寝るまで全部作法が決まってるんですよ、うんうん、そうしましたっけ。顔なんか、そう、顔なんか洗うかとか、耳の後ろ側で唾の出し方とか全部決まってて、そうすると、何をしなきゃいけないのかを迷う必要はないっていうか、全部作法で決まってるんで、うん、だから良くなろうってこともしないんですよ。だからそのシャバの考えとかいうのは我々シャバで、ね、シャバじゃない世界が何々です。いや、わかりますけど、あと悲願とか言うじゃないですか。悲願っていうのは我々の世界じゃない向こう側の考えみたいな、うんうん、
だから全て仏教の世界はシャバと考えが違うんですよ。綺麗、うん、にすればいいんですね、お嬢さんとか言うと、いや綺麗にすることを考えるのみたいな、ただ拭けばいいとか、なんかそういうこと言ったりするんですよ。わかりました。わかるけど憧れないっていうね。なんか仏教の考え方になったとし、多分仏教は本当そのさっき言ったシャバと考え方が違うってことは、もう全然その思考自体を全部全特会ぐらいの感じでやっていかないと入りきれないけど、マインドフルネスは多分その考えをちょっとエッセンスを入れて日々を楽にしようみたいなことかな。そうだね。だからここにも悟りは究極のあれだっていうからそう答えたけど、うん、あのちょっと違う目線が入るんだよね、うん、仏教そのものも、戒律とこういうエクササイズなんで、はい、その2つで、囚われてるもう一個ありますよ世界がみたいな、うん、あとその仏教でよく言ってるのは、苦しい時に来ればいいと、今楽しいなら来なくていいと、薬みたいなもんなんだと。優しいですね。たまにそのブッダが言ったら、あとで取り消したいとかいうこともあったかもしれない、分かんないけど。なんか仏教のことも分かりました。そうね、うんうんうん、確かに苦しい時にそういう考え方を知ってるのと知ってないのとでは違うかもしれない、うん、苦しみの中でぐるぐるするよりはなんかそういう苦しみから逃れる方法があるんだっていう、仏教があるんだって。なんかその手放すのとなんかちょっともういいやみたいな、ちょっと投げやりになるのってやっぱ結構違うんですか。投げやりになる時に感情が今走ってますよね、もういいやじゃなくて、あ、そうですね、なんか面倒くさいからいいや、めんどくさい、めんどくさいも感情なんですよ。ダメ、ダメも感情なんですよ。あれですよね、なんかムーディー勝山みたいに右から、ああ懐かしいとこ持ってきたな。そう、それそれそれ、それ来たら、あ、来たなって思うんだけど、あーみたいな、も何も感じちゃダメ、そこにムーディー勝山がいないみたいな。三上さんは左に受け流すだけだみたいな、受け流すだけ、難しいですね。でもそれは、この日々の2分間のエクササイズで結構できますよってことだよね、うん、確かにこう少し浄化されるのかもしれないかなって思う、精神が、うん、そうね、あとは考え方のパターンがもう一個できるというか、あ、なんかその自分の思考パターンを知るみたいなことも書いてある、うん、あ、そう、うん、そうで、この、マインドフルネスの、エクササイズそのものも2つあって、うんうん、1つは無になるっていうのと、もう1つは自分を観察するってことなんですよ。なんか相談で恋愛相談たまに、うん、なんか感情コントロールしたい人に向けてそういうコメント書かれますよね。なんかどういう時に自分が苛立ったかとか、そうそうそう、いろいろ書いてみようみたいな。なんかこう ATM でお金を下ろす時に急にこう、あ、前の人がすっごい あれあれとか言ってまたね、5箇所ぐらい振り込もうとした時に、やばい今私が苛立ってるなを観察しろっていうね。うん、そう、もう一個見てる自分を作るってとても重要だ。多分名前がついてると思うけど、わかる、うん、どう言いますか。なんか、うん、あと1個だけエクササイズやろうかなって、うん、おいおいおい、いや、やりたいんだけどそれがすごいやりたいなってちょっと思ったんですなるほど、聞きたいそれ。なんか、うん、理想の未来を見て、その方が欲しくなるね、うん、うん、もういいかもしれない、結構なんか売れてるっぽかったです、うん、まあそりゃそうだろう、まあね、そうです、色がグーグルっぽいもんね、うん、今がやっちゃうグーグル、なんか似た感じの表紙なんで、マインドフルネスに関連する本もあるので、お気をつけください、なんか斜めってる、それでもいいかもしれない、僕もレアの本がこういうグーグルっぽい色使いにしてグーグル感じたりかわしちゃうもん。でも最近なんか商標権なんか色もあるから、あ、気をつけた方がいいかもしれない、あ、で、まあ、本題に戻りますと、赤身ついてるよね、よし、うん、これ全てもらったらちょっと、これでね、ちょっと最後にしましょう、うん、なんか理想の未来を見つけるっていうので、うん、このサーチインサイド岩瀬リフでは、想像の練習っていうのを教えてて、うん、理想の想像って何、イマジン、イマジンね、はい、イマジンですね、理想の未来がすでに実現したかのようにそれについて書くことで、うん、それ聞いたことあるぞ、うん、頭の中でその未来を想像し、発見し、強化するというのがその基本だそうです。うんうん、あり、うん、で、これは私の友人で、このメンさんの友人で、こいつらの友人みんなすごいんだもんね。まあそうでしょうね、この上の方で生きてるんでしょうね。ね、かなってる人たちだもん。はい、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 うん、
センターフォーニューフューチャーズの社長兼、うん、CEO のバーバラ・フィティファルディさんから教わった。名前がすごいの、うん、なんかすごい作曲家っぽいの、はい、でこれをなんかやり方示すのでやってみてねって書いてるんですけど、うん、これは各エクササイズ。ちょっと待って、バーバラ・フィティファルディは、うん、そのサーチ・インサイド・ヨーセフと何か関係してるの？いや多分友人なんですね、きっと。名前を出したかった。あ、友人で、でこの方法を教わってサーチ・インサイド・ヨーセフに組み込んだよってこと。なるほどなるほどなるほど。で、自分の理想の未来を見つけるんですけど、各エクササイズで、うん、普通の各エクササイズの長くて7分かけてやりますと。きっかけとなる話題は一つしかありません。このエクササイズはとても面白く大きな満足感が得られることでしょう。できっかけとなる話題っていうのが、今日から自分の人生で何もかもが自分の一番楽観的な期待を満たしたり、考えてたぞそれ、それを上回ったりしたら5年後には私の人生はどうなっているか。カリブ海の海やな。そう、頭に浮かぶイメージが詳しいほどこのエクササイズはうまくいきます、うん、ですから書く前に次の質問について考えましょう、うん、未来には、うん、あなたは何になって何をしているか、うん、で、どう感じているか、うん、で人々はあなたについて何と言っているか、うん、考えたことある、うん、書く前に1分間黙って考えてみましょう、うんうん、なんか何書かれました。よだれまで楽しみました。離婚して一人で自由を楽しみたい。それいいなとか言って。ほら、いやでも夫とうまくいくもんね。そうです ね、でも本当に自由だからそんな取られなくていいんだよな。僕とかなんかあのカリブ海とかであるじゃん、すごい緑色っぽい海の綺麗な海とかこうクルーザーによく寝てるみたいな。ああ、それは別れた方がいいみたいな。いいですね。そういうのを考えると、うんうん、確かに。で、まあその1分考えたら、うん、書き始めてみてくださいっていうので、うん、まあ最終的にこの人が勧めているのは、理想の未来についてたくさん語りましょうと。よくなんか結構、うん、言ってる人もいますよね。なんか自分がしたいことはどんどん言っていけみたいなやつ。大抵できないんだよね。何年か後でも。でもなんかテレビで見たんですけど、なんかあの春菜愛さんっているじゃないですか。春菜いるね、うんうん。あの人すごいなんか実業家で、なんかお店とかも経営してて、まあ、自分はそのニューハーフでね、一番のなんかインターナショナル、ニューハーフインターナショナル。大会なんかでね、でなって優勝してましたよね。そうそう、でやって、なんかすごいなんか精力的な人なんだなと思って、うん、なんかその特集みたいなのやってたんですけど、うん、なんかもう自分のやりたいと思ったら新しい店舗開店するって言ってて、うん、なんかそのすごい過密スケジュールなんですよ、うん、でも私はこうしたい、私はこうしたいからって言って細かいところまで業者の人とかにもこう自分の私はこうしたいからもっと低い声です。私はこうしたいから普通に戻ってるんですか、その時は。男性にでもすごいなんかビジネスマンみたいな感じ。でもそれがさ、うん、それがないもん僕、そのパワーが、うん、春の愛だからできるんでしょって思っちゃう。このバーバラなんちゃらさんはできるけど、うん、僕とか別に何だろう、そのカリブ海の海で自由で成功していたいけど何もせずにねっていう、うん、確かにその文化的な側面を考えると日本人ってあんまそのいっぱい人に言ったりするのを美徳としないとこがあるから、若干その、ね、無意識の抵抗があるかもしれないなと思って。サボテンに言えばいいのかな、家の、うん、なんか自分に聞かせるとかでもいいかもしれない、うん、僕ねそれはねやったことがあるんだけど、うん、まあ、でもいくつか叶うか叶ったかな。意識するのが大事なのか、うんうん、でもなんか22項目ぐらいあって、うん、10項目ぐらい叶うんだけど残りの10項目がすごい気になるんだよね、うん、叶わない方が。あ、でも確かに書けば叶うかな、うん、そんな努力してなくても叶ったかな、うん、なんか2つの語ることは2つ重要な利点があるって書いてて、うん、まあ、第一に語れば語るほどその未来の自分にとって現実味を帯びてきて、確かにね、うん、たとえ非現実的な夢でも効果はあるんですって。非現実的なことでもってこと、うん、非現実なことで でも効果がある、うん、効果があるって言って、例えばって書いてて、私の夢は生きているうちに世界平和のお膳立てをすることだ、私は古代の賢者たちの観光が現代世界でも可能になり、内面の平穏や内面の喜び、思いやりが広まったおかげで世界が平和になったところを想像している。
古代の賢者たちの教えを企業の世界やそれ以外のも分かりやすく実用的で役に立つものに変える